昔この世界は火と水でできていたのじゃ。火と水はとても仲のいい姉と弟でな、いつも一つの塊となって混沌と混じり合っていたのじゃ。ところがそれを羨んだ風の怪物アルゴンが二人を仲たがいさせてやろうと企んでの、火と水がお互いに憎しみ合うようなひどい噂を流したんじゃ。それを耳にした火と水はすっかりその噂を真に受けてしもうた。今までとびっきり仲が良かっただけに、一度まかれた疑惑の種は二人の心に深く根を下ろし、やがてその悲しみは怒りへと変わり、さらに強い憎しみへと変わっていったんじゃ。それからというもの、火は陸へ、水は海へとたもとを分かち、二人は二度と会うこともなくなってしまったのじゃ。アルゴンが暴れているのであろう。海の魔王グラウコス、またしても海を治めることを怠ったな。そのために波は逆巻き、船は沈む。できぬ、もう容赦できぬぞ。皆の者、早速日分けの儀式じゃ。海の一族よ、このかがり火の燃えている限り、お前たちの勝手にはさせぬ。夜をも支配する我が非一族の力を知るがよい。
ナチ君、バカ、話せよ。来い、チーク。霧の谷まで競争だ。勝ったら星が出た、このナイフをやろう。本当？いや、負けるもんか。シリウス様、大切な成人式を迎えてらっしゃるというのに。 チーク、ナイフはやるから早く放せよ。ほら、海ゆりと四方三ごと、アンモナイトの名において、チークよ、お前に水一族の誉れ高きナイトの称号を与えよう。さあ、ナイトの勇気を示すために、あのクラゲのエレキをやっつけてくるんだ。そう、約束のナイフだ。ほら、しっかりやれよ、チーク。 そう、いいぞチーク、その調子だ。
ほらほら、しっかりしろ。そんなことじゃエレキの餌になっちゃうぜ。助けて。ナイフがあるだろ、ナイフが。返すから、助けて。ナイフだけかい。くそ、石さんかのビー玉も、アクア街のカブトもみんなやるんだわ。よし、来た。そーれ。なんだあれは。一体どうしちゃったんだろう。化け物にやられちゃったのかな。助けてひどい兄貴、オイラを一人置いてけぼりにするなんて。シリウスの白状者、人でなし、裏切り者。早く帰ってきてくれよ。しっかりしてくれ。
海中で海の中ほど美しく豊かな場所はあるまい。しかしシリウス、お前はまたなんと美しいことか。お前の熱心な見回りのおかげで海はいつも静かだ。さあシリウス、これを使わそう。アルフォンの目玉。そうだ。 タブーの水域に眠り続けている呪われた魔物アルゴンの目玉だ。これからはお前がわしに代わってこの海を取り仕切るのだ。ただしシリウス、決してタブーの水域には近づいてはならぬぞ。アルゴンは不吉なものじゃ。よいな、決して忘れるでない。グラゴス様、我が水一族もシリウスの成長でますます栄えていくであろう。シリウスよ、後は任せたぞ。
何が海の王様だ、シュリウス。アルゴンの玉なんかつけやがって。ああ、笑わせやがるぜ。おい、みんな、よーく聞けよ。このマブズ様と、その青っちょろいシュリウスと、どっちがこの広い海の王様にぴったしか、よく考えてみろ。わかんだろう。え？おお、シリウスがぴったしだと思うやつ、前に出な。おい、どうなんでいいんだよ。どうなんでいい。おいや。誰もいねえってのかい。そうだろ、そうだろ。そうだろってな、シリウスよ。ここの皆様はよ、俺様の方がぴったしだとよ。思っちゃいないよ。え？だいたいこんなつぶれ肉まみたいな王様、みっともなくて話にならないよ。つぶれだって。あー、頭きたも。おい、こいつに肉まんの味をたっぷりと味わわせてやんだ。ガッケイ肉まん人体に刺激を受けた。さーて、シリウスよ、その玉をこっちに渡してもらおうかい。おい、よこせよこせ。お前にはこれだ。あー、それ。おー、くー、もう我慢できるぜ。おー、何すんの。それまあな。マルタ、いつ見てもそなたは美しい。今宵も海はまことに静かなこと。これもあの岬でかがり火を守るそなたがいればこそ。はい、お母様。お母様は何にも心配なさらずにお休みしてらして。また生意気を。マルタ、私たち非一族の敵、水一族の存在を忘れてはならない。今は鏡のようにひっそりと静まり返っていても、水は悪魔、決して油断してはならぬ。いつ何時隙を見て襲いかかってくるやもしれぬ。マルタ。だっていつも同じことばかりおっしゃるんですもの。ああ、この哀れな子羊はいつも悪魔に怯え心を震わせております。ずいぶんとたくましい子羊じゃのう、マルタ。この母にしてこの子ありですわ、お母様。行ってまいります、マルタ。かわいいマルタ、お前は私の命。Thank you.
昨日海から来た男の子は誰なのかしら。しっかり押しマルタ。私は火の女王テミスの勇敢な娘よ。水を怖がったりしたらおかしいわ。弱虫なマルタ、こんなことでお母様の期待に応えられないわ。そうよ、ダメよ。誰？ピアレ。ピアレ、抜けてきた。いけないわ、早くお城へ帰りなさい。ここにいる、ピアレ、マルタ好き。お母様に叱られるわよ、最悪。いや、今夜だけ、今夜だけ一緒。それに、マルタだって一人ぽっちで怖がってた。もう、ブスはよ、ピアレ、待ちなさい。危ない、ピアレ、水に落ちたら死んじゃうのよ。マルタの弱虫、弱虫マルタ。勝手になさい、あなたが死んだって泣いてあげないわよ。やだ、マルタ、怒っちゃダメ。マルタ、ねえマルタ、マルタ、見て、なんて美しいのかしら。火と水が一緒になるとなぜこんなに美しいのかしら。どうしたの？呪いをかけられたのよ、私たちの目。悪魔が私たちを水の中に引き込もうとしたんだわ。でももうその手には乗らないわ。水一族になんか負けやしないから。チーク、やけにしょぼくれておるようじゃの。もう悪い、兄貴がいないんだ。一体どこ行っちゃったんだろう。おいら置いてけぼりにしちゃってさ。チークや、金魚のうんちみたいにいつまでシリウスの尻にくっついているんじゃ。おいらの勝手だろ。ああ誰だい、君は。え、君、火の子だろ。
あの野蛮で卑劣な。え？野蛮で卑劣ですって？それより、あなたこそ誰なの？僕はシリウス、水の子さ。水の子？あの呪われた悪魔の。呪われた悪魔？僕が呪われてるって？行かないで。まだここにいて。ほら、ここなら暑くないわ。シリウス。シリウスと言ったわね。私マルタ。マルタ。え、変な名前だな。失礼ね。あの空に輝く星だって、そのかがり火だってみんな言ってるわ。美しいマルタ、素敵なマルタ、マルタ。その素敵なマルタがこんなところで何をしているんだい？かがり火を焚いて海が荒れないように見張ってるの。だから水の子もここには近寄れないわ。でもあなたは特別よ。素敵なんですもの。帰っちゃうの？私は火の子、あなたは水の子。呪われた水一族の男の子、私を水の中に引き込むために来たのね。あなたにはきっと魔法がかかってるんだわ。人の心を惑わす魔法が。魔法？だって水の子なのにちっとも恐ろしくないんですもの。あなた素敵。チーク、シリウスは見つかったのかね？知るもんか。オイラは兄貴の恩師じゃないんだからね。いいよ。他にも泳げないものがいるの？うん、ヤドカリもさ。あいつらいつも自分の家を背中に背負ってゴソゴソ動き回るんだ。わあ、面白い。あなたいろんなこと知ってるのね。モアルほどじゃないけどね。モアル？モアルって？大きなウミガメのじいさんで海一番の物知りなのさ。海の中って素敵。とっても面白そう。どうしたの？シリウス。帰らなきゃ。どうして？どうしてもう帰っちゃうの？だってもう夜が明けるもの。なぜ夜が明けると帰らなきゃいけないの？水の子はね、太陽の光に当たると死んじゃうんだよ。だから。だってつまんない。あなただけ素敵な海の中行けて、私はいけないのよ。ただ見送るだけ。それにまだ一緒にいたいわ。そりゃ僕だって一緒に。本当？じゃあ行って、ずっとずっといましょうよ。ダメだよ。ずるいわずるいわ。本当はここにいるのが嫌なのね。そんなことないよ。だってほら顔に書いてあるの。え？嘘よ。あなたを困らせたりしたらもう海の話聞けなくなっちゃうもの。ねえ、ウミガメのモアルさんは知ってるかしら？ん？火の子と水の子が仲良しになれるかどうかってこと。多分知らないわよね。きっと知らないと思うわ。絶対に誰も知らないことよ。好き。あなたを見てるだけでうっとりするの。
心が溶けてしまいそう。今度はいつ？明日の夜。きっとよ。知らないこと、私が知ってるの。マルタ、ピアレのマルタ。兄貴、どこなの兄貴。隠れないで出てくる。うわあ！起きろチーク。いつまで寝てるんだい。兄貴。やっほー！うわあ！やっほー！それ！はははは。うわあ！やっほー！ゲヒー！したのですか、マルタ。何かよほど嬉しいことがあるようですね。はい、お母様。今日の私はもう幸せに芯から酔いしれてますの。まるで鏡が夜風に震えるように。いつまでも子供のようなことを言っていては、近々そなたは女王になる身ですよ。女王に？私が？私の代わりに非一族を守るのです。どうして？まだお母様はそんなに元気で綺麗でお若いのに。火の女王になることがそなたの定め、そして火一族の平和を守るのです。でも私まだこのままでいたいわ。でないとせっかく仲良しになれたのに。マルタ待って。おかえりなさいピアレ。いや、今夜はどうしてもダメ。これ以上ついてくると絶好よ。マルタ、意地悪。待ってくれ、兄貴。どこ行くの？おいらもついていくよ。ダメだチーク、お前はダメなんだ。ダメじゃないよ、ついていくよ。ダメだったらダメなんだ。お前は帰れ、これは命令だぞ。いいな。兄貴の意地悪。どうかしちゃってるよ。
マルタ。ようこそ私の花園へ。私のしもべ、かわいいでしょ。さあ、ご挨拶なさい。シリウス。はい。こら。もう。兄貴、またタブーの水域に行っちゃったのかな。が暴れてるな。行かないで。大丈夫、すぐ戻ってくるから、ね、シリウス。シリウス様、大丈夫か。もうめちゃめちゃでございます。とチーク、しっかりしろ。チーク、触らないでよ。タブーに言ってないよ。チーク、火の子とイチャついてればいいのさ。火の子、タブー、火の子ですって。チーク、お前、兄貴はこの海がどうなっても構わないんだ。兄貴なんか大嫌いだよ。チーク、シリウス様、チークの言う通りですよ。火の子というの
国の敵でございますよ。アシリウス様、一体どうなってしまうんでしょう。こりゃシリウス、どこへ行くんじゃ。こりゃ一体どうしたって言うんじゃ、こんな夜中に。ねえモアル、どうしてみんな火の子のことを悪く言うんだろう。火の子だと。うん、僕の知っている火の子はとっても可愛いんだよ。火の子に会ったのか。ああ、なんということだ、なんという恐ろしいこと。何が恐ろしいんだい。火の子と会って何がいけないんだい。マルタを好きになることがどうしていけないんだ。シリウス、水一族には水一族の掟があるだろう。火一族には決して近寄ってはならんという掟がの。そんな掟誰が決めたんだよ。そんな掟僕には関係ないよ。マルタに会って何が悪いんだ。バカモン、お前はそれでも水一族のリーダーか。え、ちっとは立場をわきまえんかい。ごめんよモアル、僕マルタがたまらなく好きなんだ。マルタも僕のことを好きだ。どうして火と水が憎しみ合うのかわからないよ。うん、お前の気持ちはわからんでもないが、じゃが起きては起きて、起きては守らねば。わかったよ。おやすみもある。困ったもんじゃ、所詮は火と水じゃからの。シリウス、いつもの元気はどうしたんで。もうそろそろその玉が重荷になってきたんじゃねえのか。何しろ海を治める大王の印、アルゴンの目玉だ。どう見たってお前には荷が勝ちすぎてるぜ。それじゃあ一体誰がその玉にふさわしいというんだ。そんなすげえやつがこの海の世界にいるというのか。一体そいつは誰だ、一体誰なんだい。そりゃ俺様だよな。そうだろシリウス。こりゃダメだな。さーてパトロールに行ってこようっと。あの野郎、何か秘密持ってやがんな。今に暴いてやるぜ。どうしたのです。いつものそなたらしくもない。もうすぐ90年に一度の日食の時が来るというのに。日食の時。そう、日食の黒い太陽から新しい太陽が生まれ変わった時、お前はこの火一族の女王に変身するのです。そんな、まだ早いわ。いやいやお母様、まだこのままでいたいんです。かがり火を守りしていたいんです。本当に今夜はどうしたというのです。聞き分けのないことばかり言って。さあ火の子たちよ、今宵は皆マルタと一緒にリリカの岬で明るく踊っておいで。いいえお母様、かがり火は私一人で守るわ。そっと一人で守るのが好きなの。お願いお母様。お前たちとも間もなくお別れね。私、火一族の女王になるんですって。そうなるともうここへは来れなくなるわ。だから今夜
ゃあ思いっきりかがり火を焚くの。マルタ、マルタ、シリウス、やっほー、シリウス来てくれたのだ。シリウス待ってたの、ずっと。もう会えないと思ってた。何を言うんだいマルタ、僕はいつだって会いに来る。何が起きてた、火の子水の子関係ないさ。何が起きてたよ、君と会えないなんて。シリウス、シリウス、やっぱり水の子。やめてピアレ。シリウス、ピアレ、なんてことするの。マルタなんて嫌いだ。もうじきひまもりの役は終わり。いい気味だ。ピアレ、シリウス、ん？あなたのこと忘れないわ。え？マルタ、シリウス見てて。お別れの舞よ。もうあなたとは会わない。いえ、会えない。会えないの。会えない。大丈夫だよマルタ、これがウミガメのモアルだ。マルタとか言ったかの、その火の子、なかなか美しい娘じゃ。シリウスが惹かれるのももっともじゃね。そうだよ、僕はマルタが好きだ。好きな子と一緒にいて何が悪いんだ。まあまあ落ち着くんじゃ。シリウス、一度は話さねばならぬと思っておった。どうして火の子と水の子が一緒になれないかをの。そんなこと知りたくもないよモアル。まあ聞くんじゃ。シリウス、水一族の王グラウグスとその娘の母親テミスとは兄弟なんじゃ。え、ほら見なさい、水に映ったかがり火を。もともと火と水とは一つのもんじゃった。一つのもの、遠い昔のことじゃ。火の女神テミスと水の王グラウコスは、それはそれは仲のいい姉と弟での。二人はいつも寄り添い、熱い水蒸気に包まれていたのじゃ。ところがある時、二人の仲の良さを妬んだ風の神アルゴンは、
なんとかして二人を仲違いさせてやろうと考えおっての、ひどい噂を流したんじゃ。グラウス、貴様が愛してやまぬ姉のテミスは貴様のことを腰抜けの間抜けだと言って嘲笑っておったぞ。このアルモンの告げ口を二人はまともに信じてしまっての、今までとびっきり仲がよく強く愛し合っていただけに、裏切られたという怒りは次第に強い憎しみへと変わっていったんじゃ。火の影は燃え上がる炎となって天を焦がし、水の影は荒れ狂う嵐となって大地を揺るがした。この二人の争いは火の子、水の子までをも巻き込んで、ついに火一族と水一族は全く相入れないものになってしまったのだ。宇宙を支配する大神はこの争いの原因を作りおった風の神アルモンに大層ご立腹になられての、アルモンの魔力のもとである目玉を抜き、タブーの海の奥底に閉じ込めてしまわれたのじゃ。再び過ちが起こらぬよう、火の女王と水の王、そして火の子と水の子も決して互いに姿を見せてはならんという掟が定められたんじゃよ。どうじゃ。シリウス、火と水はもともと一つのものじゃった。しかし今や火の子と水の子は最も遠いものとなってしまっておる。争いは避けよう。これが長く伝わる掟なんじゃ。おい、愛の力とは大したものじゃ。真実の愛の前ではどのような掟も無力になってしまう。顔を上げなさい。確かではないが、一つだけ方法がある。え、この宇宙のどこかに火と水が仲良く暮らせる星があると聞く。星？それはそれは美しい星だそうな。教えて、どうしたらその星に行けるんだ。もある。それはの、この世には実に不思議なことが起こるもんでの、太陽の光高と輝く真昼が突然暗い闇夜に変わることがあるんじゃ。真昼が夜になる。少々。それは90年に一度だけ起こる出来事じゃ。その日太陽はこの大空から隠れ、全てのものが闇に包まれるのじゃ。日食。そうじゃ、日食じゃ。日食と呼ばれるその日に黒い太陽が現れる。黒い太陽？そうじゃ。その黒い太陽が現れ、コロナと呼ばれる真っ赤な炎の輪が燃え始めると、この火と水の境のうち、メビウスの丘に不思議な花が咲くという。クラインソウという紫色の花じゃそうな。その花が開くと、中から白い胞子が舞い上がり、北の空を指して飛んでいくそうや。メビウスの丘、暗い層の花。日食の日にメビウスの丘に行き、暗い層の胞子に乗ることじゃ。その胞子の飛んでいく空の彼方に、今も火と水が仲良く暮らす星があるそうじゃ。その星なら、お前たちは共に暮らせるかもしれん。火と水が一緒に住める星。私たちの星、シリウス。今宵は潮の流れの止まる日、しかも真実。シャレは、お、なんとしたことか。その日は、今日より5日後じゃ。え、本当？あと5日、本当にあと5日だね。そしたらマルタ、僕たちは一緒にその星へ行けるんだ。
見たぞ見たぞ見たぞシリウス、ま、眩しいとうとう突き止めたぞ裏切り者め、毎晩何をしてるかと思えこういうわけだったのかいこいつさただじゃ済まされねえぜおいぼれガムのモアルめお前まで一緒になってるとはなグラゴス様がこのこと知ったらどうなるか楽しみなこったぜこれ待って、マブシ、違うんじゃあ、モアル、待って、メビウスの丘はどこにあるんだ、モアル。でも、メビウスの丘って本当にあるのかしら。モアルの言うことに間違いはないよ。よし、二人で丘を探そう。シリウス、あなたと一緒ならどこへでも行くわ。マリタ、かがり火が消える。かがり火、かがり火、マルタ、失点しろマルタ。私が消してしまった。カガリビ、カガリビ。マルタ、メビウスだ。メビウスの丘に行くんだ。そして僕たち二人が住める星を見つけるんだよ、マルタ。さあ元気を出して。もうおしまいだわ、何もかも。カガリビは非一族の永遠の命。カガリビが消えてしまったことをお母様はすぐお気づきになるわ。そしたらあなたは殺されるのよ。マルタ、逃げて。その水のことを顔を探しに行って。みんなはピアレが引き止めとくから。ピアレ、マルタ、行こう。ピアレ、さ、早くマルタ、行ってったら。ピアレ、ありがとう。ピアレ、メビウスの顔見つけたらきっと迎えに来るわ。それにしても、なんという悲しみに満ちた美しさでございましょう。愚かなことをしてくれた皆の者、マルタを捕らえよ。大丈夫かマルタ。しまった、見つかった。
こさま。グラコス、私の娘を奪い去ろうとしたのはそなたの企みか。お前に返す言葉などない。シリウス、これは一体どうしたことだ。グラウコ様、お許しください。この日の子と一緒にメビウスへ行かせてください。あれほど世の信頼を得、水一族の王たる者がことのあろうに。裏切り者めが、シリウスもう逃がさるぞ。どうか、マルタと一緒に行かせてください、グラウコ様。すぐ城へ戻れ。シリウス、マルタ、なんという恥知らずな。水辺から離れなさい。嫌です、離れ離れになるなんて嫌よ。離せ、マブセ、離すな。シリウス、マルタ、マルタ、シリウス。かわいそうなマルタよ。お前は水一族がどんなに卑劣なものどもか未だに分かっておらん。ピアレが死んだ。マルタを助けるためにかがり火となって死んだのを知らないのか。そうだったの。それがマルタ、その方の苦しみも間もなく終わる。もうすぐ黒い太陽が空を覆う日食の時が来る。日食、黒い太陽、メビウス。日食が終わればいよいよそなたは火の女王。お母様、私メビウスの家行かなくては。シリウスが迎えに来るの。かわいそう。本当に水の子が迎えに来ると信じていると。グラウコ様、なぜ僕がこんなところに入れられなければいけないんです。グラウコ様、なぜなんです。ヒノコを好きになるのがなぜ悪いんですか。こりゃすげえや、シリウス。お前の新しい住まいっていうのはなんと洒落た造りじゃないな。お待けよ。そう怒るなって、シリウス。そのかっこいい顔がよ、ダフマンみたいになっちまうぜ。なっちまうぜ。次の王様、わしじゃ。わしじゃ。次の王様、わしじゃ。わしじゃ。
兄貴、大丈夫かい？兄貴。チークか、僕のこと怒ってるだろうな。うん、もういいんだ。マルタと星を探しに行く約束をしたんだよ。星を探しにって？火と水が一緒に住める星をさ。それがこのざまだ。元気出してよ。よし、オイラがなんとか出してやる。ここの男、よしわしのこのぬくみで歯が立たん。ダメだ。うっとっうっとっ、どうこれだ。ダメだ。おい、お客さんだわよ。おい、お客さんだわよ。ようこそ、謎などなどなどすんな天国へ。遠くなくては通年に新鮮な謎などなどをストックしております。はい、あなたたち、メビウスの頭ね。メビウス、それを知りたければ謎などに答えなきゃね。メビが嘘なのに嘘がメビなのね。メビウスでないのに宇宙は作るなぁ。メビウスでないのに宇宙は作るなぁ。Bye.
壊す方法が一つだけあるぜ。ゴニョ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 。アルゴを起こせんだって？シエ、シリウスの持っている目玉を眠ってるアルゴにはめるのさ。そうすりゃアルゴは暴れ出す。どうやらざっという間にバーンっていうわけだ。でもそんなことしたら海の中がめちゃめちゃになるかも。ああ、お前以外に誰がシリウスを牢から出してやれるかね。よし、やってみよう。うまくいった、うまくいった。おい、おめえら、やつ通りやったぞ。ガッティングエーベル。え、なんだってアルゴンを。その玉を眠っているアルゴンにはめればいいんだ。おいら怖くないぜ。そんなことダメだよ。兄貴、キノコに会えなくてもいいの？星を探しに行く約束、あれは嘘だったのかい？チェッ、なんだ、やっぱりその玉の方が大事なんだ。王様のままで威張っていたいんだ。違うんだ、僕は掟を破った。王様の資格なんかない。お願いだチーク、この玉をグラウコス様にお返ししてくれ。そしてここから出してくれるようにお願いしてくれ。頼む、頼むよチーク。兄貴、ひどいこと言ってごめんよ。グラウコス様に渡してくれるね。うん、分かった。兄貴、牢から出してもらえるように頼んでくる。いやこれでいよいよ俺も海の王様だわさ。おめでとう、無事に王様と呼べ、王様と。今日からはこの俺様が海の王様だ。へい、おやめの王様。そら祝いでいかけじゃ。したくできました。お前らもこれからは大事だ。ブワッていこうぜ、ブワッとな。詐欺だ、詐欺だ、詐欺だ。いやもうたまらん、嬉しい、戻っちゃうね。して入ってきたのか。当たり前だろ、グラウコス様に用があってきたんだ。グラウコス様に用だ、お前に。うわなんだよ、シリウスの兄貴からアルゴンの玉を預かってきたんだ。なんだと、アルゴンの玉じゃと。コロコロだよ。あれ、どこしまっちゃったかな。こいつどこかおかしいぞ。のような下船の者がアルゴンの玉を持っておるはずがないわ。本物だよ。えーっと
撃てよ。やっぱりどうしようかな。このままおめおめ帰れないしな。やっぱりもう一度兄貴と相談して決めよっと。目覚めたんだ。チーク、チーク、そのバカな。チーク。Thank you.
リグ。チーク、しっかりしろ、チーク。兄貴、牢から出れたんだね。お前のおかげだよ、チーク。さ、元気を出してくれ。オイラ、約束守れなかった。アルゴンの玉、グラウコス様に渡せなかった。いいんだよ、チーク。心配するな。グラウコス様だって分かってくださるさ。さあ、傷の手当てをしなくっちゃな。無駄だよ、兄貴。何も感じないんだ。もうオイラに構わずに早く行っておくれよ。何を言うんだよ、チーク。僕がこうして牢から出れたのもチークのおかげなんだから。だからさ、早く行って星を探しに。オイラはそのために。しっかりして、チーク。お前は僕の大切な友達じゃないか。兄貴。なんだい、チーク。オイラも火と水が一緒に暮らせる星に連れてってくれる？連れてくよ。もちろん連れてくよ、チーク。本当かい？嬉しいな。それなら早く一食の終わらないうちに。チーク、しっかりしろ。俺はもうダメだ。オイラの代わりにこれを。メビウスのか、クラウス。これが暗い層なんだわ。
もうおしまい。水の子は嘘ついた。食は終わった。マルタ、マルタ。待っていたわ。水の子を信じて待っていた。でも胞子は飛んでいってしまった。マルタ、そこにいるんだね。水の子、私の名を呼ばないで。マルタ。行かないでくれ、マルタ。お願いだよ、マルタ。帰って。日の光に当たったらダメ。マルタ、会えたんだ、やっと会えたんだ。さあ、星を探しに行こう。近づいてはダメ。光の中に入ってはダメ。マルタ、マルタが好きだ。
ない。何か言った。死んでしまってはいや。置いていかないで、私を置いていかないで、待っていたんだ、あなたも。もう誰も私たち二人を引き離すことはできないわ。連れて行って、シリウス。二人だけの星へ。誰を愛そうとも、その愛に罪はない。火も水も、もともと一つのものであった。お前たちなら、もう一度その世界を作り出せよう。行くがよい。お前たちの信ずるところへ。シリウス、マルタと仲良くしとるかの。あれ以来もう何十回、いや何百回となく、このメビウスの丘に日食が来て、黒い太陽が現れおった。そしてこの星でも、火の子と水の子が平和に愛し合って暮らすようになった。まあ、時折争いも起きるがの。その度にわしはお前たちの話をしておる。シリウスとマルタの話をな。愛するということは信じることじゃ。愛とは信じて疑わぬこと。たとえ裏切られても、愛とはひたすら信じ続けることじゃ。それが幸せな愛じゃとな。